こんばんは、岩田です。あれ出ねえぞで開けてみたんですよ。したらね、全部使い切ってあったんですよ。なんか途中でほら出なくなっちゃったりしないで、最後まで使い切れた。なんかね、どうでもいいことだけど嬉しかったんですよ。いろいろ調べるとね、美味しい食べ方がね出てくるんですよ。サラダでも。松屋さんはフレンチドレッシング、白いやつと、あとごまのドレッシングが置いてありますよね。で、まあフレンチドレッシング、あれにね、そのまま食べても美味しいんですけど、まあこれはね受け売りですよ。私が考えたんじゃない。もうネットで出てたんです。こうして食べるとうまいっつって。フレンチフライ、フレンチフライじゃない。フレンチサラダドレッシングに、バーベキューソースってのがあるんですよ。焼肉のタレとバーベキューソース。違いは、両方ともね、焼肉のタレなんですよ。で、バーベキューソースは、それにね、ニンニクが入ってるんです。さらにね、美味しくなる。美味しいソースなんですよ。だそれをね、合わせるとね、美味しいんですよ。どうでもいいことですよ、これも。Behind the yellow line.